金鋭堂の塚尾です。テディプロジェクトの2018年新作スポーツ用メガネフレーム、こちらのバルカンがいよいよ入荷いたしました。このテディプロジェクト新作バルカンは、テディプロジェクトの数あるモデルの中でもこのような最軽量設計を採用しています。そして、フレーム全部、フレームのこのフロント部分、この湾曲を、緩やかにし、さらに、こちらの、クリラミド製のレンズクリップというものを採用しました。このレンズクリップにより、高度数、強度といわれる、度数の方、そういった視力矯正レンズも採用できますし、あらゆる度数、そして変光や調光、そういったレンズにも対応できる画期的なレンズクリップを採用しております。もちろん、スポーツ対応ということで、このような非常に弾力性があり、そして高強度、最軽量、そういったそのスポーツ用として理想の機能というものをもちろん搭載しております。さらに、このバルカンのこの部分、テンプルラバー、そして、ルディプロジェクトのロゴ部分、まあ、エンブレムと呼ばれる、こちらの部品、こういったパーツ、ユーザー自身で、様々なカスタマイズを、楽しんでいただけることを可能にしました。まさに新型のスポーツユーティリティフレームと言えると思います。従来のスポーツ対応メガネフレーム、またはスポーツサングラス、度数による視力矯正が必要なユーザーには、どうしてもこういったそのスポーツフレームにレンズをセットする場合は、見た目や見え方の部分での不満や度数の制限というものがありました。ですが、このバルカンによりこの従来の課題を一挙に解決し、度付きユーザーのアスリートの方々、スポーツを楽しまれるメガネユーザーの方に安全で快適な視界を提供してくれます。2018年ニューモデルとして、度付きユーザーに向けて新たな提案をしてくれる新スポーツユーティリティメガネフレーム、レディープロジェクトバルカン、どうぞよろしくお願いいたします。